アメリカンフライヤーズ航空はかつてチャーター便を運航していた航空会社である。AFA と略称されて呼ばれることもある。ダグラス DC-3 ロッキード L-188 アメリカンフライヤーズ航空は1949年に設立された。設立当初はフォートアースを拠点にダグラス DC-3 を運航していた。 1960年から1967年にかけて15機のロッキードコンステレーションとロッキード L-188 を導入した。ボーイング7271960年代後半、オーナーの死に続き、AFA はピッツバーグの会社に買収された。また、この頃からボーイング727の運行を開始する。 このボーイング727を使い、アメリカからロンドンアトウィック空港やマンチェスター、ドイツのフランクフルトへチャーター便を運航した。ちなみに、AFA はボーイング727で、大西洋路線を運航した初めての会社である。ダグラス DC-8970 年までには、ロッキード L-188 とボーイング727を売却し、 新たに2機のダグラス DC-8 から 63CF 型機を導入した。1970年5月25日、AFA の運航はユニバーサル航空に引き継がれることになるが、翌年の1971年にサターン航空に吸収されてしまった。また、AFA のダグラス DC-8 はフライングタイガーラインに渡った。ありがとうございます。